皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、前回、質問何かないですかって、こういうコロナ禍でね、キャンプにも行けないし、お答えしますよっていうことで、お話ししてですね、いくつか質問来てましたので、お答えしていこうかなという動画になります。はい、で今日はちょっとカメラの三脚を忘れまして、直接ね、車 の, あのボンネットのボンネットの上じゃねえや、前のダッシュボードみたいな上に置いてて、若干ちょっと斜めになってて、見苦しいと思うんですけど、もうちょっとお許しください。はい、それではね、早速質問答えていこうと思います。はい、で全部は答えられないでしょうね。それも言ってた方がいいね。答えれる範囲で、答えられる範囲でね、はい、で全部答えられるぐらいの量ですです、はい。日沼夫婦さんみたいに何百件も来ません。まだまだちょっと暑いのでコーヒーをね持ってきました。あ、ティッシュが使えないんだね。もう9月も終わりで、もう終盤なんですよね。ね。で、一応鹿児島は9月30日までまん延防止措置でキャンプ場が使えなくなってるので、もしかしたらもう10月1日からはキャンプに行けるようになるかもしれない。早くそうなってほしいな。じゃあまず1問目、まず1つ目、奥さんをアウトドアに誘いますが断られます。虫が苦手、暑いのが嫌だ、不便だそうです。カズさんは奥さんをどうやってアウトドア好きにしましたか。奥さんにお二人の動画を転送しますが見てくれません、子供が大きくなった時、お二人のようにゆっくりアウトドアを楽しめる夫婦になりたいので教えてください、ということですね。なるほどね、難しいですね。難しいんですけど、どうだろうね。そもそも多分アウトドアに興味がないから、そのアウトドア用品を使って例えば家の中でカセットコンロとか、スキレットでお肉を焼いて、スキレットで焼いたりしたら若干ちょっと違ったりするよ。あとはうちで言うと最近羽釜を買ったんですけど、そういうのでご飯を炊いたらふっくらなって美味しいから、そういうのでおもてなしをしてみるとか。そうだね。そのアウトドアに関してさ、虫が苦手っていうのはやっぱりね、大きいんだと思うから。でもうちも虫苦手だからね。誰？俺ら。苦手っていうか別に苦手だけど、苦手？そんな苦手っちゅうわけじゃなくない？だって夏暑いのにさ、虫ブンブン飛んできたら嫌じゃん。まあそういうのはね。だってそんなさ、バッタとかさ、めちゃくちゃ飛んでくるわけではないよ。ちっちゃいそのコバエとかハエとかさ、アブとか、そういうのも煩わしいじゃん、キャンプの場合さ。じゃあだから秋口、春、過ごしやすい時期に誘ってみる。ああそうだね、そうだね。頻繁にはもちろん多分好きじゃなかったらいけないと思うんで、虫がいない、ギリギリのラインの過ごしやすい快適なところで誘ってやってみるとか、もしくはもう昼間だけの一旦そういう時期のデイキャンプでおもてなしをしてみるとか、もう何もしなくていいから、もう座ってて、とりあえず座ってて僕が全部するから。最初はね、そんな感じでやっていけば、好きになれば奥さんも多分さ、じゃあ私が料理しようかなとかにもなるかな。難しいね。難しいけど、夫婦のバランスだから、そこは。そうだね。だけどもう本当にアウトドアに興味がないんだったら、おもてなしそこからかな。そうだねって思いますね、はい、僕は、僕ならそうする。じゃあ次、あとね、質問とは違うんだけど、これなんか命名式おめでとうございます、うん、冒頭から真面目な2人、何話されるんだろうと思い、ビーコさんとカズさん次回から呼ばさせていただきます。ビーコさん言われるように B型思わせる感あり、カズさんは A 型ではないでしょうか、YouTube 編集几帳面ですし、私は YouTube してないけどブログしていて写真
何気ない昨日もかなやどっさい市場まで行き、どっさい市場、うん、どっさい市場まで行き、うん、以前紹介された一家代々購入しました、キャンプ用品と知らないこと教えてもらいたいけど地元ではないと手に入らないものなど紹介してもらうとありがたいです、うん、長々なりましたが動画最後も笑わせてくれてありがとうございます、うん、なるほど。まあ、ヘツカ代々ね、美味しいよね。うん、ヘツカ代々美味しい。どっさい市場に売ってんの？どっさい市場には売ってるかも。あそこはほら、地元のさ、あ、JA の、JA、うん、あれだっけ、うん、だよね。あ、ちなみに私 B 型です。そうです。うん、几帳面ではないかな。ではないです。ないけど、あの動画作りは几帳面かも、それなりに。いや、私から見たらそうじゃないかな。じゃあ初コメントです。はい。ココアさんだね。はい、あ、これ言った方がいいかもね。うん、ココアモカさん、初コメントです、うん。キャンプ初心者で宮崎在住なので、いつも2人の動画見てます。ありがとうございます。初めて買ったテントが小さくて、うん、テントが欲しくてコールマンマスターシリーズを買ってみました。はい、夫婦の休みが合えば、初ツールームテントでキャンプがしたいです。うん、2時間あればテントは張れますか？動画では勉強しています。多分ね、あの初めてでも1時間あれば、まあ長く見積もってもいけるんじゃないかな。慣れれば30分もかかんないと思う。一人ででしょう。うん、一人でだったらどうかな。なんで、まあうちのギリアで言うと、うん、僕がまあそこそこ分かってても、30分はかからない。あ、ギリアの設営はね、うん、まあ1回目はあの時間かかると思うんですよ、うん、まあ多分1時間長く見積もっても1時間かかるけど、うん、2回目はもう容量が分かっているから、うん、もしかしたらその半分ぐらいで済むかも、うんうんうん、ね。まあ勉強されてるっていうことだしね、うん、そう、そのテントそれぞれで多分あの立て方のコツってあると思うんで、うん、まあそこら辺がね、やっぱ頭に入ってるのと入ってないのと、うん、やったことあるのと実際に今やってないのと、うん、でやっぱこう時間の差が多少なりともあるけど、うん、そうだね、うん、まあ、1時間ぐらいかな。はい、テッド5163、はい、鹿児島在住です。どこかお見かけした時は声かけてもよろしいですか、うん、まあ声かけてもよろしいですけど、ね、まあ、僕もあの嫁さんもシャイなんで、あの知らない人と話すのは苦手です。正直ね。で、あとあのこの間僕ね、あの仕事が終わった後に、うん、あの話しかけられたんですよ、はい、あの2人の方にね。で、まあ、せっかく空いたから写真撮ってくださいということで、まあ、写真撮ったんですけど、はい、まあ、やっぱりね、仕事の時はちょっときついかな。まあ、うん、あの僕大工じゃん、うんうん、で、あのやっぱりあのゴミもかぶってるし、うん、で汗まみれになってやっぱそれなりに汗臭い匂いもしてるから、うん、やっぱりそういうのをね、相手の人のそのあの写真フォルダに入れるの申し訳がない。あ、そうだね、うんうん、だから、まあ、仕事の時はね、あの明らかに仕事だなって思う。あ、仕事の時あれだ、あの日課を履いてるから、うんうんうん、僕はさ、うん、基本的にね、うん、だけど平日とかもほとんど仕事じゃん、うん、だからそういう時はちょっときついです。正直ね。うん、で、あれキャンプの時とかキャンプ場とかだと、まあ、全然問題ありません、うん、ですね、うん、はい、そこら辺は、うん、まあ、逆にあの動画にも出てもらいたいぐらい、うん、本当、しゃべ、しゃべってるところをね、ああ、それいいね、動画入りますって言って、うんうんうん、一緒にどうですかみたいなさ、ああ、そうしてもらえたら嬉しいです、うん、まあ、ただね、あの喋ってるシーンはいいけど、うん、あの一緒に飲みましょうとかはきついです。ちょっとね、あの微妙なあの距離感がちょうどいいです。正直言うと。正直に言い過ぎやろ。ね、うん、そうだね、うん、なんですよ、うん、すいませんね、ちょっと人見知り半端なくて。ちょっと、はい、夫婦独特なんで。そうそう。鹿児島市内、あと新生さん、はい、からコメントです。はい、ありがとうございます。鹿児島市内かっこ中央部に単身赴任する予定なんですが、うん、はい、釣りに行くなら、うん、北方面か南方面どちらがいいですか？釣りとしては野猿することが非常に多いです。どうですかね。まあ、ね、僕は、まあ、僕はね、南に行きます。うん、だから、こっち大隅半島言っていけ、うん、大
大隅半島行ってんじゃない大隅半島なんですけど、うん、基本的にイカをやるんだったら、うん、佐田方面に行きます、うん、まあなんでかっていうと魚影ももちろん濃いし、うん、まあ、潮もそれなりに流れてるんですけど、うん、一番でかいのはね人がいないあ、うん、そうだね、うんうんうん、やっぱり遠いとこ行くと人いないんで、うん、まあ、釣りもやりやすいし、うん、まあ何かしら好き放題できるし、うん、まあ、僕は好きですね、うんうん、やっぱりライバルが多いとこ行くとねそのライバルっていうかやっぱり人に気使っちゃうんで、うん、どうしてもね、うん、こうこっちに投げたいけどやっぱりその人の邪魔になるかなと思って投げれんかったりするから、うん、だから自由にするならもう南に行ってください。はい、吉田直彦さん。直って読むよね、それね、うんうん、多分、うん、多分吉田直彦さん、間違ったらごめんなさい、はい、ごめんなさい。とカズくん、ビーコちゃん、いいですね、これはこれからはそれで行きますみたいな、はい、で、2人は同級生ですか、うん、学生時代からの付き合い、うん、ちなみにうちの嫁も B 型です、はい、これからも楽しみにしてますねって。ありがとうございます。ありがとうございます。で、うちらはね、はい、あ、うちらはというか僕らは同級生でありません、はい、カカア天下だけど1個下なんですよ、うん、この人はね、はい、あ、B 子が、うん、B 子はね、で、僕が1個先輩なんですけどね、うん、で、今はもうこっちの方がなんか偉そうでいや、みんなそうでしょみんなそうだよそう、で、学生時代からで、うん、もうかれこれね付き合ってる期間からで言うと20年です。今年の10月で、うん、結婚19年目に入るんですね、うんうん、丸19年なので、うん、23年もまあ22年ぐらいっていうことにしようかな、うん、22年、まあ、今年、うん、そうだね、今年で付き合いから含めると22年の付き合いになります、うんうん、です、はい。で、最近たまに話すのが親といるよりも長いよね、うん、そうなんですよそうなんです、ね、はい、そういうもんですよ、うん、次、村の武雄さん、はい、ありがとうございます。カズさんにビーコさんですね、はい、これからも楽しい動画をよろしくお願いします。ありがとうございます。ニックネームとは関係ないですが、はい、B 型って B 型って言われませんか。言われます。めっちゃ言われますあー B 型ーみたいなぽいって言われるね、うん、うん、そうそうそう、うん、僕もザ・ B 型みたいな性格なんで、うん、まあね、その B 型で、うん、その、なんちゅうの、こう見てほしくないっていう方も多分いると思うんですけど、うん、多少なりとはやっぱり、うん、血液型って、うん、性格とかにやっぱ出ちゃうから、うん、ね、うん、その、やっぱ B 型ってかって言われると、うん、ああ、やっぱ B 型っぽいんだろうなって思ったりはするけどね、うん、ビッシュ、安倍さん、ビッシュ安倍さん、安倍さん、うん、はい、英語でね、はい、英語でビッシュ安倍さん、はいはい、ビーコさんが YouTube に参加するようになってから、うん、順調に登録者が増えていて、カズさんも喜んでいると思います。一緒に過ごす時間も増えるだろうに、はい、どれくらい喜んでるか聞きたいです面白いこの人そうね、どのくらい喜んでるのか、このいつもまあ結構喜んでるよね。まあそもそも僕たち YouTube で有名になりたいっていうかっていうのはまあそこまでなくて、登録者はまあ増えてほしいのはもちろんなんだけど、それイコール有名になりたいではないんですよね。まあその先にもうちょっと結構でかいビジョンがあって、まあそれは嫁さんと2人でよく話すことなんですけど、ね、そこら辺も含めてその再生回数もやっぱり皆さんに見ていただいて、うん、で伸びてるっていうこともあって、うん、なんかねこうなんていうの、僕が一人やってた頃思い描いてたイメージ通りに今のところ行ってるから、うん、まあ、すごくね心地よい、うん、ね、うん、でまあその一人でしてる時は、うん、まあ、カズが何かしたいっていう時っていう、うん、こととかさ、やっぱ機材に関しても、うん、私は全然 YouTube のことはしてなかったので、うん、一切関わってなかったから、うん、まあ、それをさ、その時収益とかそうやって広告収入をいただけてない時っていうのは、うん、そういうのもまあ買えないわけですよ、うん、で買い、どうしても買いたいものっていうのはそれなりに私にこうアプローチしてこないといけないんだけど、うんうん、それでも私の理解が
得られないから、うん、なかなかそこがまあ難しくてもどかしかった部分っていうのがすごくあるんだけど、うん、今こうやって2人でするようになって、うん、これが必要あれが必要っていう話し合いのをする中で、うん、やっぱ話が合致する一致するっていうことが、うん、多いよね、うん、何をするにしても、ね、だから今2人で同じ方向向いてるから、うん、まあ話がよく合うし、うん、まあ、喧嘩もなくなった、うん、ですね、うん、それは言えてるかもね、うん、衝突自体がもうほぼなくなりましたね。はい、ですね。そう、まあ一番嬉しいのはやっぱりそこかな。うん、そうだね。うん、です。はい。まあどのぐらいっていうと、もうすんごい。ということです。です。はい、次。はい。ビロじいさん。はい。二人の掛け合いいつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。さて、お尋ねですが。はい、よくデイキャンプで使っていらっしゃる松林のフィールドはどこでしょうか。よろしければ教えてください。あと動画のインサート文字やイラストがとてもセンスが良くて素敵な編集をされているなと感心して見させていただいてます。どんな編集ソフトを使っていらっしゃるかも教えていただければ参考にさせていただきます。よろしくお願いいたします、ということです。はい、ありがとうございます。松林のフィールドについてはあの無料の場所なんで、はい、無料のところについてはですね、僕たちちょっと非公開とさせてもらってるんですよね、はいはい、やっぱりそこをね、あの好んで来てる方もいらっしゃって、うん、まあ、この動画を見て行ってみたいっていうのももちろんね、気持ちもわかるんですけど、はい、うん、僕たちもね、あのそこを利用してるから他の方にも迷惑かけたくないし、うん、やっぱりそれでね、利用者が増えることによって、うん、ね、そこをひいきに使ってる方がなんでこんな増えたんだろうってね、うん、やっぱそういう思いもしてもらいたくないし、うんうん、というのでそこら辺はね、ちょっとあのご理解いただきたいかなと思います。はい、すいません。はい、であとですね、あの動画編集ソフトについては、うん、Adobe のね、プレミアプロを使っております。うん、サムネについては Adobe の Photoshop を使ってます。はい、で、ね、うん、写真の変更は、変更じゃなかった、写真 の、 あのレタッチっていうか、うん、サムネの前 の、 あの一眼レフで撮った画像についてはライトルームで若干その色調とか、あと色合いとか、色調色合いとか、あと明るさ露出とかね、ああいうのの微調整はライトルームでやってますね。うん、あ、次、はい、デリコデリコさん、はい、ありがとうございます。数あるキャンパー YouTube の中でも一番お二人が大好き。ありがとうございます。音楽のセンスが最高にいいですね。どちらがチョイスしてるんですか。曲なんかも教えてください、ということです。はい、曲はね、あの基本的にパソコンに取り込んでるのはあの全部僕です。うん、あのエピデミックサウンドでね、はい、契約してて、うん、で、あの大体まあ動画を作って、まあ、こういうシーンにはこういう音楽がいいなっていうのをガンガン入れるんですよ、うんうん、あのフォルダで分けてね、うん、あの料理だったらまあ料理とか、うん、あと自然をバックに流す BGM だったらあの自然系とかみたいな感じで入れていって、うん、その中から嫁さんがあの好きなのを選ぶような感じで、うん、まあ、うちはやってます。はい、これなんて読むんだろう。 PHEV のおっさん、はい、いつも楽しく拝見してます。二人の掛け合いにはとても憧れますし癒されます。カズくんとビーコちゃん頑張れ。ここで質問です、はい、いつも可愛く出てくるワンコは飼ってどのくらい経つのですか、うん、名前はココちゃんだっけ、はい、それからお二人の馴れ初めなんかも聞いてみたいな、よろしくです、っていうことで、はい、ココちゃんはね、飼って9年、はい、9年ですね、9年ですね、うん、の女の子、うん、まあ、はい、もうすぐシニア犬になります、はい、ですで、馴れ初めはね、まあ、高校時代で付き合って、うん、まあ、それからね、はい、あのダラダラ来てる感じです。です来てしまいましたね。そう、うん、まあ、一応僕が最初にも告白して付き合うような感じですね。はい、で、あのなんかこの間の動画だったっけ、うん、なんかまあ僕があのなんちゃって一匹狼風な感じで高校時代過ごしてたのがちょっと気になってたらしい。うん、そう。だけどこの人は最初あの僕の友達をずっと好きで、ですもう人ね、片思いだったのね。そうなんですよ、ずっと片思いでした。ずっと片思いで、はい、で、まあ、僕はこの人があの片思いっていうのをやめてくれる、 B 子が片思いなの知ってたんで、うん、で、 B 子の友達に探りを入れて、うん、で、 B 子がその友達を諦めるって言ったら教えてねって言ってて、うん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 、で
とある日に、うん、あの B 君諦めるって言ってたよっていう情報が入って、うん、ああもうそれアタックちゃんっていう感じから付き合い始めたような、うん、あのまあ、そういう流れですね、うん、はいです。まあ、それではね、あの YouTube の質問は以上になります、うん、はい、ありがとうございました、はい、じゃあインスタお願いします。Time pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped enough.